実際その会社を売却してたくさんの資金を得て、投資の大半をですね、債券にしてたくさんの利息収入を得てるって。皆さんこんにちは。株式会社ウェルスパートナーベルストリーションズ代表の瀬古内です。この動画チャンネルでは資産運用に関する様々な情報を発信しております。はい、今回の動画のテーマは、債券だけで年間1億円の利息収入を得ている元経営者投資家シリーズナンバー2といった内容でお届けしたいと思います。私が実際にお会いしてきた富裕層であったり投資家の方々をご紹介するですね、投資家シリーズお二人目の方ですね。はい、もともと経営者の方で、実際その会社を売却してたくさんの資金を得て、投資の大半をですね債券にしてたくさんの利息収入を得てるっていう方なんですけども、結構珍しく債券だけに振り切って投資してるという、まあ、そういった理由もあるんですけれども、その方のですね、実例をご紹介して、皆さんの投資のご参考にしていただければと思います。はい、で早速ですね、じゃあ資料のところでポイントを整理していきたいと思います。はい、ポイントをいくつかあるんですけれども、一つずつご説明していきます。一つ目がですね、もともと経営されていた会社を30億円で売却されたということで、会社の株がですね、キャッシュ30億円に変わったってことですね。はい。で、もともとですね、会社の役員だったので、役員報酬を、毎年1億円ぐらい得ていたんですけども、会社売却してですね、代表から外れますと、この役員報酬がなくなりますので、これに代わる定期収入が欲しいと。まあ、こういう方はかなり、会社売却されたオーナー様だと多いですね。はい。で、ここがポイント、3つ目がポイントなんですけども、将来ですね、海外に移住する可能性が、あると。自分一人だったらですね、すぐにでも行きたいんですけども、まあ、子族が、いいというタイミングがあるのであれば、ぜひ移住したいということであったので、まあ、そこまで考えるとですね、インカム源をもう一つ得る手段として、国内のマンションとかオフィスとか、不動産に投資するっていう選択肢もあるんですけども、海外でタックスメリットある国に行くという前提になると、そういった不動産を持っていると不利になる可能性があるので、持ち運びやすいですね、金融商品の中でもインカムが得やすい債券にしておこうという結論になったわけですね。はい。で、最後のポイントですね、ということもありますので、30億の資産のうちの20億円はですね、資産の大部分を外国の債券に分散して投資しましょうという、結論になったわけです。はい。ではこの外国債券ですね、異常権投資するにあたって、どういうふうに投資したのか、はい、その債券のですね、ポートフォリオを見ていきたいと思います。はい。まあ、こういうふうにですね、20億円もあると分散して投資するんですね。はい。で、ポイントがですね、一債券の配分比率を 5%、20億の 5% なんで、一債券一銘柄1億円に留めましょうという設定でご投資、してますと。で、そのいろんな債券の利回りがですね、3% から 6-7% までバラバラなんですけれども、そういった合計の債券の平均利回りで 5% の設定になってますと。で、この時とですね、アメリカの長期金利が 2.5% ぐらいだったので、プラス 2.5%、基準金利 2.5% 上乗せして 5% で運用してるっていうことなので、まあ、過度にですね、リスクを取って、定格付け債だけで運用するっていうのではなくて、ほどほどですね、多少のリスクを取って、基準金利の2倍ぐらいの利回り、インカム源を得ているような、そういう債券ポートフォリオになってます。はい。まあ、安定運用の範囲内かなと思いますね。この時の 5% の利回りっていうのは。はい。ということで、20億円の投資元本で、年間利回りが 5% なので、年間のインカムゲイン、債券の利息収入ってのは1億円得ることができていますというのがですね、この方の債券ポートフォリオ運用でございます。はい。まあ、実際ですね、この方のように、債券で、資産の大部分を運用されるっていう方は、会社を売却された方だとですね、実は結構多いんですね。はい。なぜかっていうと、不動産に投資をするとですね、空室になったりとか、あと管理の手間が大変だったりとか、あとはですね、やらないといけない事業性が伴いますので、結構面倒だったり大変だったり、変数が発生するわけですね。考えなければいけないことが増えると。なんですけど、こういう債券投資っていうのは実際やってみると分かるんですけど、基本的に何も考えなくていい、ほとんどの場合何も考えなくてもいいんですね。
その発行している会社が潰れたりとか、利息を支払わないって言い出したりとか、格付けがめちゃくちゃ下がったりとかしない限りはですね、放っておければ、ほったらかしにしておけば利息収入が入ってきますので、煩わしさがほとんどないということで、富裕層の方っていうのが結構選んでる、キャッシュリッチな富裕層ですね、借り入れで投資できないのでキャッシュリッチな富裕層の方が選んでるっていうのがこういう債券投資になりますと。なのでこの方っていうのはですね、そういった債券投資選ばれた富裕層の方の代表的な例なのかなということで、投資家シリーズのナンバー2方ということでご紹介させていただきました。はい、そういったところで本日は債券だけで年間1億円の利息収入を得ている元経営者、投資家シリーズナンバー2ということで、お話をさせていただきました。今回の動画が参考になったという方はぜひ高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。